近本教授です。先日ですね、ニュートラルで停車する理由ということで、動画を上げました。フリードに乗ってですね、動画上げたんですけれども、そちらの動画のコメント欄でですね、視聴者の方からご意見というかご指摘いただきまして、その回生ブレーキがね、時速何キロまで、効いてるのかというところで、ハイブリッドシステムによって、速度、その回生ブレーキの加減速度っていうのが違ってまして、IDCT ハイブリッドの場合は時速15キロ以下ではもう回生ほとんど効いてない。でも一応ね、表示上は10キロまで回生効いてることになって、11キロかまで回生効いてるんで、そうですね、10キロ以下になって、メーター読みですね、メーター読みで10キロ以下になってニュートラルにすればいいのかなっていうふうに思うんですけれども、ニュートラルにする場合はですね、もちろんニュートラルに全然しなくて基本はいいと思いますけれども、そのどうしてもね、やっぱ停止の直前で、ブレーキ緩めると、かなり緩めて止まろうとしたら立行になっちゃうんで、クリープになっちゃうんで、なので、だから結構ある程度ブレーキを踏んだ状態で止まれば、全然クリープかかんないで止まれるんですよ。なんで結構な、そこそこブレーキを踏んだ状態で停止まで持っていけば、クリープはかからなくて済むんですけれども、ただそうするとこうちょっと滑空停車になるじゃないですか。滑空停車って言っても、その、ね、レベルというか人によって結構違うと思うんですけど、その辺はスーッと滑らかに止まったのがわからないくらい滑らかに、止まりたい派なんですね。止まりたい派なんで、そうするとこう今みたいにね、ニュートラルにして止まんないと立候補しちゃうんですよ。そうですね、フリードの方はね、まだね、比較的立候補しにくいかな。ちょっとこの THS はもう立候補しちゃいます。だから今みたいな止まり方をドライブのままやると、停止の直前でね、ほぼ必ずクリープになっちゃいますね。ただそうは言ってもクリープになる時間は1秒とか2秒とか、それぐらいなので、別にそんなにね、そんなにロスってはないっていう考え方もね、できるんで、別にわざわざニュートラルにする必要は基本はないと思いますけど、その辺は、こだわる人はやってもいいんじゃないかなっていうところですね。あとは止まった後こうサイドブレーキというかね、引いてブレーキランプをつけなくていいっていうのもありますからね。ブレーキランプ、その後しばらく止まるとかっていうのが、前後の流れとかあまりなかったりとかね、場合によっては、ブレーキランプをこうつけっぱなしにする必要がない場合もあると思うんで、そういった時はこう、右足もこう離せますから、いろんな意味で、ニュートラルで止まる。どうせその後ニュートラルにするんだったら、ニュートラルにしてサイドブレーキするんだったら、早い段階からニュートラルにしてもいいよねって話で。で、これね、こうやって止まろうとしたり、最後の方を立候補してたと思うんですけど、これはこのパワーインジケーターだと立候補する表示にならないんですよ。で、THS は、これ過去動画でね、プリウス PHV の、この車のエンジンルームにマイク仕込んで、で立候補から回生に移るときとかっていうのを動画撮ってて、あとこのエネルギーモニターね、エネルギーモニターだとちゃんとした表示というか、エネルギーモニターとこのパワーインジケーターで、表示が違うことがある。具体的に言うと、パワーインジケーターは回生してるって表示になってるんだけど、もうエネルギーモニターは立候補の表示になることがあるんですね。で、それはどっちが正しいかって言ったら、エネルギーモニターが正しいです。で、エネルギーモニターの表示っていうのはこっちのナビでね、9インチの大きいナビで表示できるんで、それを同時に表示して検証動画はありますので、ぜひね、その辺気になる方はご覧いただきたいんですけれども、あとね、IDCD に関して、ご指摘いただいたのは IDC に関してなんですけど、IDC に関しては、本当時速15キロ以下はほとんど回生しないっていう。で、それはね、初期型もね、同じっぽいんですよね。で、ちょっと初期型 IDC での動画もね、過去動画、私、だいぶ前に、4年ぐらい前の動画で上げてて、で、それを見ると、やっぱりね、初期型 IDC と後期型、初期型っていうか、前期型と後期型で、その制御が変わってて、変速のね。で、前期型は比較的停止の直前まで回生はする表示になるんですけど、実際多分回生は加減は低くなってはいると思う。時速10キロ以下でも回生は多少してると思うんですが、そもそも IDCD はもう時速15キロ以下で回生を絞る、ほとんど時速15キロ以下はもう摩擦ブレーキになってるなっていうのは、その初期型前期型の IDCD の動画を見ても分かったんで、IDCD ハイブリッドシステムっていうのは基本的に15キロ以下はほとんど回生してないと。ただ、一応後期型は時速 10キロから15キロぐらいは一応回生はしてるんで、回生の加減速度はいくつかっていうと時速10キロぐらいですね。で、前期型の IDCD は、おそらく今時速3キロぐらいまで回生、3キロ、5キロぐらいまで、3キロぐらいか、まで回生してるっぽい感じでした。
で、じゃあ他のシステムどうかっていうと、まあ、THS、この車は、まあ、プリース PGB の動画で詳しく言ってますけど、大体時速6キロぐらいまで、改正をしてますね。で、まあ、普通に減速していくとね、多分もうちょっと低時速域まで改正しているような風に、この映像とか見ると捉えられるかもしれない。このエネルギーモニターとか見ながらやるとね、うん、だけどそれはまあこの表示のタイムラグっていうのがあるんで、実際ね、これねすごい神経を研ぎ澄まして、こうブレーキをかけていくと立候補に移るときってわかるんですよ。これね動画ではすいません伝わらないです。感触的なところなんで、ただそのあとね、音でもわかるから、 TGS の場合は結構そのブレーキブースターのブーンって音がねするんで、それがやっぱ摩擦ブレーキが増されたときにブーンって音がする傾向が強いので、うん、傾向が強いというか基本的にブーンってなるときは摩擦油圧ブレーキですね、油圧ブレーキをかけるときにブーンってなるんで、まあ、ならないこともあるんですよ。なんか多分油圧ブースターがその何ていうかね、油圧が溜まってればならないんだけど、その圧力が減ってくるとブーンってなるんで、ブレーキかけ、その摩擦ブレーキがかかったら必ずブーンってなるわけではないんですけどね、ないんですけど、まあそんな感じで、まあ、鳴るときは必ず摩擦ブレーキを、まあ、必ずでもないか 100% ではないんだけど、まあ、基本的に鳴るときっていうのは摩擦ブレーキをかけたときになります、うん、ちょっと今ね、強い減速してますけれども、これで強い減速で止まっちゃえば停止の直前で立候補になることはないです、うん、だけど今ちょっと滑空停車になってる、うん、まあ滑空停車ってほど、まあ、これもね人によって多分全然こういう停止の仕方をして気にならない人は全然いいと思うんですけど、まあ、個人的にはね、ちょっと今の停車だと不満なんで、そうすると停止の直前ニュートラルにしないと立候補しちゃうっていう話ですね、うん、はい。で、まあ、ちょっとこの動画の概要欄にはね、私の知ってる限りのハイブリッドシステム の、 その回生加減速度っていうのは一応書きますけれども、あとはそのEHUV か、IMMD ですね。IMMD は、これ前検証して、これもね、IMMD に関しては、IMMD、EHUV ですね、に関しては、インサイトでですね、このクリープのことを喋ってるんで、うん、で、インサイトはすごい分かりやすくて、時速0キロ、1キロ、2キロとかね、そういう極低速で立候補すると、キーンって音がね、インバータのすごい高い一定周波数のね、音がするので、立候補してるか回生してるかっていうのは、結構分かりやすいと思います、うん、まあ、ちょっとそちらの動画もね、リンク貼っとくので、IMMD、EHUV の車乗ってて回生加減速度を詳しく知りたいって方はそちらの動画をご覧ください。まあ、車種によって若干違うかもしれないですけど、だいたい時速5キロくらいかな、うん、だから回生の加減は、THS とか IMMD、EHUV は低いです。で IDCD はすごい高い、まあ、10キロでも実質15キロくらいで回生ほとんど効かなくなるんで、まあ、ただ IDCD の場合はねあんまりね、速い速度でニュートラルにしちゃうとなんかギアのね、入りが悪くてガカッていう風に止まる直前にガカッて、ね、ギアがなんか動作することが結構あるので、なのでまあ IDCD でもそうですね、時速5キロくらいかな、まあそれも減速の仕方によりますけどね、ゆっくり滑らかに減速するときは、すぐゆっくり減速していく場合は時速10キロ切ったぐらいで、3速から1速にこう上がってすぐぐらいでニュートラルにしちゃっていいと思うんですけど、うん、それなりの減速度で減速する場合は時速5キロぐらいまではドライブで走った方がいいかなってところなんですけど、まあ、とにかくねそのハイブリッドシステムによってニュートラルにするタイミングは結構変えた方がいいというか、うん、まあ、ニュートラルにもしするんであればハイブリッドシステムによって、ニュートラルにするタイミングは結構変えないといけないので、まあ、そこら辺の詳しいことはね、この動画の概要欄に載せておりますので、まあ、ちょっとわからない知らないハイブリッドシステムもあるんで、まあ、その辺は、うん、まあ、基本的にでもそんな滑らかに停車したいっていうのがなければ、うん、消費電力云々だけで言うとね、まあ、別にだからしっかりブレーキをそこそこ踏んで止まれば、うん、まあ、滑空停車っぽい感じで止まれば全然いいんですよ、いいんですけど、うん、でもそうじゃなくてスーって滑らかに止まりたい場合はちょっとね普通にドライブのまま止まると最後の1秒間ぐらい、1秒2秒間ぐらいね、まあ、立候補しちゃうので、なので、まあ、その辺は本当止まり方によって変わりますよ。止まり方によっては3秒とか立候補しちゃう場合もありますし、まあ、うん、結構私がね、フリードハイブリッドを、まあ、初期の頃というかね、買ってすぐぐらいでお友達に運転してもらってた時は、別にニュートラルで停止してなんて全然指示しないんで、まあ、運転させてる時は結構ね、パワーインジケーターで止まる直前でパワーで2秒とか3秒とかね、こう、
かかってたんで、結構立候補してるなっていうか、まあ、無駄なクリープしてるなっていうふうに、ね、思いました。今これね、今これで、はい、立候補してますね。立候補の表示になってます。こっちのパワーインジケーターはね、全然立候補の表示になってないんですけど、まあこういったところでね、まあこの辺の話は、2年前ぐらいかな、あの PHEV の、で、そのね、回生打ち切り速度に関しての動画を上げてるんで、ぜひね、詳しくはそちらご覧いただきたいと思います。はい。で、あとね、まあこれはどの車種にも言えることなんですけど、回生ブレーキっていうのは、まあね、せいぜい時速5キロぐらいかな。うん、で、それ以下は、あの仮に改正できたとしても、それはね、その改正するのに、まあ、インバーターを駆動するわけですね。モーターをその改正、するために、まあ、インバーターでこうスイッチングするんですけど、そのスイッチングにかかる電力消費の方が、まあ、改正した電力よりも大きくなるんで、なので、そう、時速ね5キロ未満では、まあ、改正しようと思えばできるけど、それをする動力に見合わないんですね、回生する電力。なので、まあ、基本的に時速5キロぐらいで回生を打ち切るっていう感じになってると思いますね。うん、なので、でもそこを停止の直前まであたかも回生しているような感じにな動作にすることは別にできるけど、まあ、どのメーカーもそんなことはやってない、やってるのは E パワーの昔の E パワーだけっていう話なんで、まあ、うん、なので、まあ、そのそうですね、 E パワーが、そう、 E パワーぐらいですよね。で、新しい E パワーはどうかっていうと、最近の E パワーの回生の加減は時速7キロくらいかな。うん、で、まあ、それもだから IMBD とか THS と同じ感じですけど、まあ、それに関してはね、ノート E パワーの動画を貼っておきます。はい、リンクで。うん、ということで、で、その停止のね、直前停止まで回生っていうのはできません。で、その辺の感覚は、まあ、鉄道ファンの方だったら、まあ、運転席張り付いて、多分圧力計の上がり方とか見たことある方多いと思うんで、うん、まあ、途中で時速、そうですね、まあ、5キロぐらいで、圧力計がこう上がりますよね。だったらそうじゃないですけど、うん、まあ、でも前電気ブレーキの車両だったら、その電流計見ればちょっと停止の直前プラス側に触れてる、要は回生側に途中まで触れてんだけど、停止の直前はプラス側にね、電流計が若干触れるっていうね。うん、その辺も、まあ、鉄道ファンの方だったら詳しい、お分かりだと思う、まあ、知ってる方もいるのかなと思いますけど、まあ、あとは電動アシスト自転車もね、その回生ブレーキ付きのやつ、私、主にレビューしてますけれども、回生機能付きのハイブリッド自転車とか乗ると、停止の直前は回生しなくなります、停止の直前で回生の機会、どんどん弱くなっていって、で、回生しなくなるっていうところは分かると思います、その回生機能付きの自転車に乗ればね。車両とか乗ると結構停止の直前まで回生を効かそうとしてるのは分かるんだけど、でも効いてないっていうね、この感じが多分分かると思うので、うん、なので、まあ、その電動アシスト自転車とか鉄道詳しい人、乗ってる人っていうのは、多分回生の話、加減で回生が時速2キロとか、そんなところまで回生は実際はしてないっていうか、してても、そのいわゆるエネルギー回生とは言えないというか、まあ、電動機で回生しようとしてても、トータルで見てバッテリーの電力が増える方向には電流は流れてないっていうかね、うん、いうのがありますんで、だからプラマイマイナスみたいな、その、うん、回生電流はあるけれども、それよりもインバーターとか駆動する方に電力使ってるから、実質マイナスみたいな、そんな感じになるんで、時速5キロ未満とかで回生するとね、うん、なんで普通は時速5キロぐらいで回生はしなくなるっていうことですね。うん、はい、ということで、まあ、今回はですね、その停止の直前の回生、ブレーキ何キロまで効いているかという、まあ、前回の動画ですね、ニュートラルで停止する理由と
いう動画に関連したお話、補足内容でお話しさせていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。